とこれも何かの縁なんで興味はないですよ。やっぱりこっちはもう倒さなきゃいいっていうねものがあって、あとはやっぱり始まりはやっぱりハラハラドキドキだよ。元世界王者ジム対決がここに実現した。元世界ソロ級王者大橋秀之の愛弟子川島克重は大橋スポーツジム期待のホープ。かつて大橋会長も戦ったこともある元世界チャンピオンラバキャットワンチャイと去年4月に対戦し、5ラウンド TKO 勝ちで見事勝利を収めた。川島の場合は20歳過ぎてからボクシング始めてるんで、よくボクシング始めたら少ないのにここまで伸びて取れてるなって感じが強いんで、だからその潜在能力的に言っても日本チャンピオンは楽にいけるんじゃないかなっていう手応えはありますけどね。川島の持ち味はなんといっても左ボディ。大橋出雲を継承する川島の目標は日本タイトルだ。面白い試合が組んでもらえたんで、会長みたいなリーブローがしたい。一方、元世界ジュニアライト級王者沼田義明が送り出す永井裕二はサウスポーのボクサーファイター。パンチ力はさほどないが絶妙のタイミングで青手を倒し現在4連勝中、勢いに乗る。今年26かな、26だと思うし、おそらくこの試合にね、まあ、おそらく欠けてんじゃないかなっていうのは、もし負けたらちょっとしたちょっとしたっていうものはあると思うんですよね。会長が作ってくれたチャンスなんでね、ちょっと僕的にもトントン拍子に行って勢いあるときに日本ランク勝ったりできるんで、どんな内容でもいいからとりあえず勝って日本のランキングに入って日本タイトル取れるように頑張ります。永井裕二選手の奥様も見つめています。2年間ボクシングを離れていました。そして結婚してから4連勝。この奥様はボクシングを応援しています。永井裕二、結婚して仕事も落ち着いて気持ち的にも落ち着いて、そしてその後4連勝、勢いに乗っています永井裕二です。さあ中盤の第5ラウンドに入りました。第4ラウンド終了間際から川島がじわじわとプレッシャーをかけ始めています。この右だけですからね、川島の右ストレートだけですからね、これをうまく外して攻撃に、結びつけないと長いも苦しいですよね。その外し方としては沼津さんどういう、もしかその左手ですね、もしかその顔の前ですね、顔の前でその鼻のところあたりを置いとかないとですね、やはりそのまともに食いますから、川島のね右ストレートをこのサイドステップで外して、長井君がこの左ストレートをね、打ってこられますと、川島もね非常にやりにくいと思いますよね。なるほどね、左のフックを見せました川島です。中盤に入っています。第5ラウンド右ストレート、ストレート顔面、カウンター組に入りました。ワン、ツー、スリー、顔面にパンチを返します長井です。打っちゃってもパンチとか違いますからね、長井が3発打って、川島が1発ね右ストレート打てば、もう最低は 逆戦しちゃいますからね、右を出していきます川島です。そして左のボディ、右から左というのが川島の一つの大きな形です。そしてその後右のアッパーを見せました。その後右のアッパー、そして左、左の服、いや長井君頑張ってますね。でも頑張ってる、本当全然してますよ、よく戦ってますよ、長井もこれが本当に潜在一遇の一番の大きなチャンスだとそう話しておりました。会長からもらったこのチャンス、是が非でも生かしたいとそう話しておりました。その長井のその気迫が川島にも伝わっているでしょう。川島の強打の右を食らってもひるむことは全くありません、黒いトランクスの長井です。まあ、いつもの調子ならばこれで倒れてるんだけどなってね、川島は多分ね思って戦ってると思いますよ。そうでしょうね。しかし打ち合いという点ではやはり放送席に伝わってくるパンチが当たった時のドスンという音も川島の方が上回っています。第5ラウンド残り時間がまもなく1分です。サウスポーの川島に対して長井、サウスポーの長井に対して今日は川島がどう戦うか、これも一つの焦点でしたが、そのあたり大橋さんいかがですか、サウスポー対策ということは。やはりちょっとねサウスポーと戦うのがちょっとまだ苦手というか、まだ下手ですよね。そうですか、左のボディアッパー、大橋会長直伝この左のボディアッパーを見せまして、今度は顔面に数発パンチを当てていきました。右ストレート、このパンチでまともに打っちゃいけないですね。はい、
ワンツー、ヤネモリアッパー、ヤネフック、まあ、長いもね、はい、川島相手にランカーとね、これだけ打ち合って、よく前進してますよね、決めてませんからね、練習に根を上げない、その成果がこのリング上でも現れています。長い、しかし川島は強打、その両者の一進一退の攻防が続いています。左のフック、しかし強烈右ストレート、綺麗に槍のように伸びていきます、正確にね、はい、打ってますからね。第5ラウンドもやや打ち合いの予想。理想のボクサーは大橋会長と言い切っています、この川島克重です。タイプ的にも似ている、しかし自分の力を100とすると今は40ぐらいと、そういう話がありました。いやはやどうして、しかし大橋さん、本人は40と話していますが、そのパンチ力という点でもですね、力をつけてきてるんじゃないですか、この川島は。まあでもまだまだまだだと思いますけどね、さあ中盤の第6ラウンドに入っています。第4ラウンド、第5ラウンド、試合が動き始めています。沼津さんの口からは中間距離というお話がありました永井ですが、しかし永井がショートレンジでの打ち合いも挑んでいます。このラウンドの頭では先ほどと同じように静かな立ち上がりになりまして、そしてラウンド中盤以降になりますと打ち合いになります。右を伸ばしていきました、そして左ストレート、黒いトランクスの永井です。ノンランカー川島は現在日本スーパーフライ級の第5位にランクされている強打の右ファイターです。まあ、川島もですね、はい、右ストレートですね、狙ってきてますからね、はい、もっとその左ガードですね、なんか左ガードしっかりして、はい、左のガードですか、左ガードをしっかりしないと、もうこれから危ないですよ、ただ終盤まで回を待つことにですね、はい、危なくなりますから、飛び込んでいってワンツーを見せました永井ですが、川島も綺麗なパンチを返しました、左ダブルを持っていきました川島、ちょっとボディの感じ浅いんですよね、まだね浅い、はい、もっと踏み込んでということですか。まあ、今のね右のカウンターかなり有効打だと思うんですけど、永井選手そんな効いた風ではないですから、そうですか、だいまいち川島のパンチも今日は切れ味がね良くないんだと思いますよ。逆に言いますと永井の方がここまで非常に頑張っているという言い方も言えるでしょう。まあ、沼津さんの口からも中間距離で打ち合いは危ないんじゃないかという話が再三あるんですが、しかしそれ以上に永井が頑張っているという印象なんですけどもね。まあ、そうですよね、まあ、よく頑張ってますよ、はい、右ストレートをしかしもらいました永井です。選手はね、はい、川島の人の右ストレートを食うと、おそらくもう倒れてると思いますけどね、よく持ちこたえてやってますよ、沈んでませんからね、左のボディアッパーを見せました黒いドレスの永井です。右から左を食うを切りました川島です。まあ、川島は何といっても現在4連続 KO 勝ち中です。まあ、ここからね、あの言うのはなんですけど、その長いですけど、その左ストレートですね、まあ、あの川島ガードは硬いんですけども、左ストレートはピシッとした打ち方でね、ストレート打てればそのもっとダメージを与えることができるんですけども、しかし長いが広がない、ワンツースリー、今のはガードの上からでしたが思い切り叩き込んでいきました長い、川島も右を返しました、ワンツースリー、そしてもう一度2つ持っていきました長い、危ないですね、かなりいいあれです今の、こういう試合流れになった以上は長いですね、ブロックですあともう、とりあえず結果はどうあろうと打ち負けしないそのボクシングですね、なるほど、もうすり替えないですよ、もしセコンド言い勝ちだったらもう作戦を変えて打ち込んでもいいと、もうそうですね、なりますか、もう結果はどうあろうとね、そういう指示を与えますね、長いがひるみません、第6ラウンドも打ち合いになりました。共に1974年生まれの今年26歳になります川島と永井ですが、この両者の戦い中盤に入りまして、川島がいいストレートを当てるんですが、永井もひるまず打ち返しています。今度は永井のパンチ、右のボディ、そして右のアッパー、左4発まとめて出していきました。さあ、あとはスタミナ勝負はどうか、終盤の第7ラウンドに入りました、残り4つです。さあ、どのあたりで川島もエンジン全開にするのかどうか、このあたり大橋さん、
セコンドにいらっしゃるとどういう指示出されますか。もっと手数ですよね、手数、ミニストレート当たってるんですから、うん、その返しの左フックですね、やはり永井君のミニフックを警戒してるんで、ね、左その返せないんですよね多分、はい、その辺が怖いんだと思いますよ。なるほど、お左が伸びていきました。今思わず松さんからもおっという声が飛びましたが、まあ、確かね川島パンチあるんですけど、その手数がね、はい、少ない分、長井は救われていると思いますよ、はい、長井としてはどうでしょう、まあ、意を決したように第3ラウンドから打ち合いに挑んでいきましたが、もうねもうあと打ち負けしないようにガードしっかりして、特にその川島のミニストレートね、はい、このパンチだけはそのまともに食わせない戦い方ですね、釣りがないですよね、はい、ビーフク飛び込んでいきました、うん、ちょっと大きいんですね、うん、大きいですか、はい、右のボディを見せました長井です。ワン、ツー、スリー、フォー、長井細かいパンチ、いいね、ショートレンジのパンチを出していきます。ちょっと大橋さんからもブロックの時間が長いという指示がありました。まあ確かにまともにはもらってないんですけどね、やっぱブロックの絵、はいね、もらいますと、見た目悪いですからね、はい、今までの KO パターンとして一番多い形はどうでしょうか大橋さん。まあこういうまあ打ち合いからですね、はい、いつもね打ち合いから、はい、まあ、川島は11個の KO 勝ちがありますが、2つの左ボディーブローでの KO、本人は左ボディーブローで KO を取るのが一番理想的だとそう話していますが、しかし永井もそのパンチを警戒しまして、今回は腹を徹底的に鍛えてきたとそういう話がありました。左ボディアッパーを今は出しました殿下の宝刀です。永井ワン・ツー・スリー・フォー、今のパワーを出しました。第7ラウンドの残り間が1分を切っています。大橋沼田両ジムのナンバーワン同士同士の戦い、さあ川島の手がちょっと止まりました。いや長井もね、まあ、僕は言うのは変ですけどね、本当にいい根性してますよね、この選手にこれだけ向かっていくんですから。そうですね、まあ、いつも沼さんからはですね、まあ、辛口のコメントが多いわけなんですが、今回はその沼さんの口からも長井に対しては褒めの言葉が出ています。いや今までで一番いいファイトと言ってもいいですか。まあいいですよね今まで、決して打ち負けしてないですよ、いいナッパーを出しました川島、右ストレート、しかし長井がうまく避けています。第7ラウンド中盤に入りまして、長いストレート打ち負けていません。今ストレートをもらいましたが、いいに返さず長い、ここで第7ラウンドが終了しました。今映っているのが沼田ジム長井雄二の奥様です。この奥様と結婚しまして、その後4連勝です。勢いに乗っている長井雄二、日本ランカーの川島に対してひるまず序盤から中盤にかけて打ち合いを挑んでいます。対する川島、こちらは日本タイトルに向けて、挑戦に向けて負けるわけにはいかない、そんな一戦になりました。さあエキサイトボクシング史上初めての沼田大橋両元世界王者ジム対決になりました。残すところあと3つです。あとはこの川島が残り3つでどうエンジンをかけていくか。そうですね、まあ、先ほどのラウンドね、永井君非常にいいラウンドでしたからね、はい、さあ永井が足を止めての打ち合い、もう沼さんもびっくりの展開になりました、うん、まあ、こういうね、展開になるとは予想はしてなかったんですけどね、バッティングの注意でしょうか。朝岡のレフリーが分けました。思ったよりもしかし大橋さん、川島の手数が出ていないという印象なんですが、ね、今日は本当ダメですね。右ストレート、しかし一発の切れ味、反発ですから、強烈、今のは左を出した後右ストレートが伸びていきました。また右です。さあ川島もここで開き直ったように打ち合いを挑んでくるかどうか、手数が出るかどうか、右です。川島もね、いいパンチ当たったんですけどね、永井君と頑張ってますね、はい、さん、ここまで打たれ強い選手なんですか、永井選手は。いや、それほどその打たれ強い選手はないんですけども、右、右、2つ、右、今ちょっと効きました、効いてますね、右ストレート、上から叩きつけるように川島打っていきました、さすがに KO 率 73%、永井、ちょっと効きました、しかし、左の膝、懸命に上から踏みしめるようにこらえました、その後接近戦。まあ、川島は右だけですけどね、あれをうまくね、防げればいいんですけどもね、
和さん、いや徐々に上がってきましたか、逆に。いやでもちょっとイマイチですよね、まだこういうところは、はい、残りは3つです。この第8ラウンド残り時間まもなく1分というところです。右ストレート一発で長井の体が今後ろに抜け取りました。しかし長井も全く振ることはありません。あ、いいですね、マッパ、はい、確かにボディはもらっています。非常に苦しい表情にはなりましたが、前に出ることをやめません。逆に皆さん、前に出ているからこそ、はい、ということがありますか。まあ、そうですね、救われている部分はあるんですよね、あれが川島が前に出て、はい、まあ、2発3発はその右ですね、強烈なパンチ打たれると倒れちゃうと思いますから、打たれても前に出ている分だけですね、はい、倒されないで今のところはね、うん、助かっているわけですから、はい、第8ラウンド中盤に川島右のストレートダブルで永井の顔面を捉えました。永井がちょっとひるむという場面もありましたが、その後のパンチが出ません、川島です。またバッティングの注意でしょうか、レフェリーが分けます。第8ラウンド残り時間が15秒、あ残り10秒になりました。ちょっと永井も帰ってきたんですね、はい、右2つもらいました。永井ちょっとぐらつきました。いいストレート顔面を捉える川島、ここで第8ラウンド終了です。さすがは沼田大橋両ジムのナンバーワンボクサー同士の戦い、非常にいい展開になりました。エクサイトボクシング史上初めての沼田大橋両元世界王者ジム対決ということになりましたが、右日本スーパーフライ級第5位の川島に対してまだノンマーカーですが5連勝中の永井、その勢いを勝って川島にここまでは打ち負けないという展開になりました。さあ残り9、10、2ラウンドになりました。先ほどのラウンドも永井君このパンチのダメージと疲れがちょっとあると思うんですけども、しかしそれをね、ひるまずね、前に出て頑張ってますからね。そうですね、はい、第8ラウンドになりまして永井がちょっと右のストレート川島のいい右をもらいました。ぐらつくという場面もありましたが、その後のダメージはどうか。左のボディアッパー、これが大橋会長から直伝の伝家の宝刀です。川島、右ストレート、さあここで川島のエンジンが上がってきたんでしょうか。あとは永井の勝負に対する執着心がこの9、10、2ラウンドどこまで集中力が持続するかどうか。まあ、左よりその川島の右ストレートですね、このパンチハウスのまともに出せないってことでしょうね、あとはもうコンクラベですよね、この辺はコンクラベ、さあそのあたりは両会長からもとにかく練習量ではジムナンバーワン、そのジムナンバーワンの川島と永井の対決です。あと9、10、2つのラウンドになりました。どうでしょう、ポイント勝負ということになりますと、マスターはどうご覧になってますか。まあ、あのパンチの、ね、正確さですね、やはりその川島の方が正確に当たってるし、手数の点では永井の方がね、あの手数は出してるんですけども、まあ、パンチ力の差でしょうね、大橋さんいかがですか。まあ、今そのおっしゃられた通りだと思うんですけども、もうしかし頭の中で川島ポイントというところはないんでしょうか。長井も思い切って頑張ってますね、長井君ね、はい、今右ストレート2ついいものをもらいましたが、今日の長井は違います。川島は6試合ぶりの日本人選手との対決になりました。気合もよく入っていました。そして大橋会長からも体調は全く悪いところはないいいとそういうお話がありましたが、まあ予想以上の永井の前線と言っていいでしょう。もうそうですね、はいはい、さあこれも右のボディブロックの上叩きつけていきました。長井です。第9ラウンド残り時間が45秒を切りました。ポイントでは沼津さんからはやはりパンチ力の差で大橋チームの川島じゃないかというお話がありました。正確さです、正確さ、はい、さあしかし大橋さん第9ラウンドで入って、上がってきましたか川島も。まあ徐々にね、右が連発で出ますからね、上がったと思うんですけども、しかし永井君のこの頑張りっていうのはすごいですよね、もうブロックの上からですが右のボディを出していきました。黒いトランスの長いです。川島これで連打、さあ残り10秒を切ってどんな展開になるかどうか。終了間際の印象というものはレフェリージャッジに深く刻まれます。第9ラウンドここで終了しました。残すところあと1ラウンドです。16戦して15勝、
目指すは日本タイトルしかありません。川島勝茂、大橋イズムの継承者、6試合ぶりの日本人選手との対決です。対するこちらは沼田ジムのホープ、永井雄二26歳、両選手ともに1974年生まれの同い年、この両者の位置がぶつかっています。さあ最終第10ラウンドになりました。今沼田さんから左手でゴーというサインが見えました。さあ残すところ3分の戦いです。いやいい打ち合いですね、さあまず沼田さん、最後に永井にアドバイスされるとするわ、もうあとね、はい、もう結果どうあって打ち負けしない、はい、右ストレート打ち負けしない、打ち負けをしないってことですよね。大橋さん、川島の対応はどうですか。そうですね、打ち負けないことですね、はい、もう、はい、もう完全にノーガードの打ち合いになりました。日本スーパーフライ級第5位の川島に対しまして、黒いトランクスの長いよく見てね、終始ひるむことはありません、ね、川島がですね、右ストレートを打つように、はい、もう少しその腰の入った左ストレートを欲しいんですよね、長いにね、長いに、そうすることによってダメージをもっと与えることができるんですよ。はい、ワンツー川島、はい、コンビネーションですね、コンビネーション、そして左のボリー、これはブロックの上でした。そして右ストレート、はい、右ストレート効いてるんですけどね、はい、待ってますね本当に。その後の大きな右は空を切りました。ポイントでは両会長からも若干パンチ力とそして正確性の上からシルバーのトランクスの川島が有利じゃないかというお話がありましたが、まあ、川島にとってみれば日本タイトル挑戦に向けてのいい内容も残したいところです。対する永井、こちらは何といっても今日勝ちますと日本ランク入り、大きなチャンスを迎えています。ちょっと永井疲れちゃったですね、疲れちゃいましたね、ちょっと今日はね川島行かなきゃダメですね、行かなきゃいけないところ、はい、さあ今この放送席の声がリング上のこの両者に届いているかどうか、おそらく会長の声は一番聞こえると選手は言います。その声は届いているでしょう、ね、ブロックが長いんですよね、はい、第10ラウンド残り時間が1分と20秒を切りました、はい、2人伸びていきました川島、しかしパンチをもらっても終始長いはひるみません。さあ場内からも割れんばかりの歓声が起きました、はい、いい試合ですね。そして右アッパー、まあ、あの最近にないいい試合だよね。そうですね、お互いにその一歩、ねお互いにその一歩もね、引かないね、本当に持ち味を十分出したボクシングですよ、はい、さすがに沼田、大橋両陣のナンバーワンボクサーです、はい、本当にいい戦いになりました。はい、左です、聞いてるんですけどね、確かに足元ぐらつくような場面がありますが、はい、沼田いいですね、川島もいい右のアッパー、右のストレート、いや川島も効いちゃってるよ、両サイド青コーナー赤コーナーから大きな歓声だ。さあ時間がない、両者の激しい打ち合い、さあ残り10秒、持ち味のラストはどちらか、さあ両者打ち合う、時間がない、時間がない、ホープ同士の戦い、ここです、ーーいいで第10ラウンド終了。大橋さんから終わった瞬間にいいファイトだったという声が飛びました。いやもうね、ここからね、はい、もう本当に両者にですね、もう拍手を送ってあげたいですよね。そして大橋さんからは大きな拍手。まあやはりこれは一言で言うとこの永井君の今日頑張りですよね、この頑張りがねすごいいい試合につながったと思いますね、まあ僕としてはまあ正直言って、まあ早い回で KO で差を見せつけてもらいたかったんですけど、今日本当予想外の永井君の頑張りで、本当に今日あの本当にいい試合でしたね。そうですね、この両者の戦い、沼田ジムそして大橋ジム、ホープ同士の戦いは判定での決着ということになりました。勝者赤コーナー川島、赤コーナーの川島勝ちします。やはり両会長がおっしゃる通り、パンチの正確性とそしてパンチ力が上回ったんでしょうか。これで川島は11連勝ということになりました。おめでとうございます。いや激しい試合でした。いやもう全然倒したかったですけどね、もう課題はいっぱい残りましたね。相手はサウスポー、そしてどんどん向かってきました。やりにくいところはあったんでしょうか。そうですね、結構パンチも強かったんで、で接近戦もうまかったんで、まあ、僕も接近戦はまあ得意なんですけど、まあちょっと課題残りますね。まあだけど相手の選手はすごい強くていい選手でしたね。